ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。今夜も始まりました、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。パーソナリティはアコースティック音楽ユニットナックルヘッドのボーカル永瀬と鍵盤としえです。月曜夜のハッピータイムはドライブスルーピッツァウッドベーカーズの提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の街の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたします。改めましてこんばんは。こんばんは。今年もね、はい、あと残すところ、はい、1回、そうですね、はい、1回の放送となりました、はい、1年あっという間ですね。あっという間ですね、本当にね、はい、そしてね、うん、はい、今日95回目の放送です。95回目ですか。はい、結構頑張っちゃってんじゃないですか。あと1回年内あるので、はい、あの96回、はい、今年の締めくくり、はい、ということは年明け、はい、もうすぐに100回目になります。すごいですね。なんかね、はい、3月から始まって、そうですね、はい、あっという間に、やっぱり毎週毎週ね、重ねていると、はい、あっという間ですね。いや本当ね、いろんなゲストにも来てもらいましたしね、本当ね。本当ですね、うん、あのエンタメアワーの意味は何ぞやってまで考えちゃいましたねいや振り幅広くてね、うん、でも本当ね、あの1年通していろんなゲスト、うん、あの遊び来てもらったじゃないですか、はい、本当振り幅が広いから俺たちも本当勉強になりましたよ。なりました、うん、私は本当いろいろ調べて、はい、いろいろ勉強させていただきました、はい、なんか耳が痛いですねそこら辺はもうねSDGs は何ぞやから始まって、はい、もうね科学的なことはちょっとよく分からなかったんですけどね、はい、SDGs ですもんね、うん、俺 SDGs みたいのだったら分かるような気がするんだけど、いや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 もうねサステナフルとは何ぞやとかね、はい、もういろいろ調べました。まあでもね、年明けたら忘れちゃうかもしれませんねいやとしえちゃんは本当勉強熱心でしたよね、うん、本当思いますよ。1年として本当ね、本当振り返って本当としえちゃんは本当ね勉強熱心だなって思いました。まあまたね、うん、そういうね、あの大学の教授だけではなくて、はい、まあ学科さんとか、はい、やっぱり女優さんとか、はい、そしてね今年やっぱり面白かったのは、はい、私の中で、はい、先に言っちゃっていいかな。はい、いいですよ。私はまあ、役者さんとたくさんの、ね、方とコミュニケーションを取ることできたんですが、はい、面白かったのは、うん、春雨や風子さん。あ、風子さんですね、はい、面白かったですね彼女。面白かったです、うん、とっても面白かった。いや彼女 の、ね、そのね、おしゃべりも本当に長けててね、うんうん、やっぱりね、うん、話家さんですよね。そうですね、うん、いやそういうものからですね、本当、はい、俺のライブのしゃべりっていうのもすごく、あの本当、うん、しゃべるのが多くなったりするんですよね。変わりましたね、うん、じゃ あのまこちゃんの中で今年の一番、はい、いや一番は決めかねないね。まあもちろんそうですよ、私だってそうですよ、うん、おことのね宮川さんもすごく衝撃的でしたし、はい、ボクサーの方も出ましたし、俺的にね、はい、なるほどっていうのはすげえなってす感じたのがですね、うん、あの川越のほら酒屋さん、はい、松崎さんですね、松崎酒造さんですね、はい、うん、あの人のね、あのゲストがね、はい、うん、あの人の話がとても俺の中では興味深いものがあったなっていうのはありますね、うん、そうですね、うん、
結構ほらそういうものっていうのはなかなか触れるものじゃないじゃないですか、うんうん、そこでこにいろいろこに教えてもらって、あ、なるほどねっていうのはすごい感じましたよ。まああのね、お酒だけではなく、はい、里山再生もされていて、そうですね、はい、うん、地域貢献、はい、SDGs、はい、全てを兼ね備えていて、でやっぱりいろんなね日本全国の酒蔵に何度も何度も何度も足を運んで自分が美味しいと思ったものを手に入れてくる、はい、それすごいですよね。いや本当ね、あそこでここに購入するお酒っていうのは本当ね、日本酒ね、まあ俺特に日本酒とか買うんですけど、うん、あの間違いないですよね本当にね、うんうん、あとね、あの松崎さんで作ったジン、はい、クラフトジンも、はい、飲みました、はい、すっごい香りが良くて、はい、もうソーダ割りにしたら最高羨ましいな。なんかさ、うん、俺あのジン結構買ったんですけど、うん、あのなんか自分が飲む前になんかお裾分けみたいな感じで仲間にさ、うん、あげちゃったりしてね、はいはい、今度ね、うん、あのまた買いに行って今度俺のためにちょっとあのジンを買いたいなと思いますよ、うんうん、いいんじゃないですか、はい、美味しいですからね、はい、お得ですよやっぱり。ちょっとお高いと思ってもそんなガバガバ飲むものではないので、そうですよね、うん、ロックにしたってちょっとですごく香りがいい、うん、もう開けた瞬間香りがね、うん、とってもいいですからね、うん、その香りすら俺は分からないまま終わっちゃったからな。あ、そうなんですねだから自分のために買わなくちゃいけないなと思ってます、はい、はい、うん、そしてですね、はい、あの今年振り返ってですね、トシエちゃんはここにラジオ以外でここに何か思い出ってあります？ですね、久しぶりに、はい、ツアーに行きましたね。はい、行きました。まあ久しぶりって言ってもそんなに私たちツアーはやってないんですけれども、そうですね、はい、まあ、ツアーって言っても一箇所しか行ってないからツアーじゃないんですけど、その帰りに観光できたこと、うん、それがツアーですよやっぱりそっちがツアーですよ、はい、本当は平泉メインで、はい、翌日ちょっと足を伸ばしてなんて思ってたんですが、はい、平泉をね、はい、あたりを、はい、もう1日で全部回りきっちゃって、はい、一番印象に残ったのは、はい、あのあなんていうのかな、渓谷。あ、渓谷ですね、はい、あれはすごかった。絶景でしたね。絶景でした、はい、あのまあ、紅葉もさることながらね、はい、あの橋から見る上手と下手で風景が全然違うの、はい、それでね、なんかね、お蕎麦、お団子だっけあれ、はい、なんか橋からお店までね、うん、なんかシュルーってね、なんかね、ちっこいロープウェイみたいな感じで、ね、そうなんなりましたね、はい、私の中ではその旅行ですね、はい、が結構今年の思い出ですね、うん、俺はですね、はい、あのまあ、あのその盛岡行ったじゃないですか、ツアー、はい、ツアーっていうかね、うん、演奏しに行ったじゃないですか、うん、その時のね、俺は印象ですよ、あのそのライブバーの、はい、あの熱気に包まれてですね、本当ね、うん、正味の話ちょっと危ねんじゃねえのっていうぐらいの勢いだったんだけど、うん、うん、まあその時はねコロナが結構ね落ち着いてたからね、そうね、うん、その時のね熱気ですよ本当に。俺ね歌ってて初めてですもん、あの息継ぎが全然できねえって、苦しくて酸素が欲しいって感じたの、あ、はい、うん、それがねすごい俺の中で、うん、うんうん、本当音楽人生で初めてのね、あの経験だったかなっていう、うん、まあ、それが思い出っていう感じですかね。あ、まあね、ライブハウスで満員になってもね、はい、あそこまでこうなんか人に囲まれてるなっていうね、はい、しかも皆さんの熱気がね、はい、すごく近くから伝わってきて、もう素敵な本当体験でしたね、はい、だって俺がね演奏しててね、ね、歌歌ってるじゃないですか、ギターとか弾いて歌ってるじゃないですか、うん、30センチ横にもうあのお客さんがいるんですよすげえことになってるなって感じでしたね、うん、本当ね、うん、いやだけどなかなか体験できないことだと思うんですよ、はい、素敵なお店でした、うん、本当また遊び行きたいなと本当思いますよ、はい、本当嬉しかったです。きっとね、うん、あの時のライブに来てた方も、はい、今日聞いてくださってると思うので、そうですね、はい、一曲流しませんか。はい、そろそろ流しますか。はい、
じゃあね、まず今回ね、あのちょっとナックルヘッドのコアな部分っていうかね、そういうものをちょっと、はい、あの流したいと思います。全部コアだけどね。じゃあ1曲目ですね、リスタート。心の隙間を踏める憎しみや悲しみも捨てて、スタートラインに戻れたら、言葉にできない出来事、初めての裏切りを知った、憎しみや悲しみも捨てて、スタートラインに戻れたら、激しく移りゆく駆け抜けた日々に、かっけした今を心にしまい、気が心をつないだ、憎しみや悲しみを胸に、ゴールなんて見えやしないから、激しく移りゆく駆け抜けた日々に、かき消した今を心にしまい、憎しみや悲しみがなくなった時に、初めてなくなった時に、
何食べたい？ピザなんてどう？そういえば国道16号線の古谷の信号あたりにドライブスルーピッツァウッドベイカーズってお店があるらしいよ。ウッドベイカーズ？美味しいの？ウッドベイカーズは木の燃料のペレットを燃やしてピザ窯で焼いてるから、香ばしい木の香りがピッツァや野菜からするんだって。薪で焼くって美味しそうだね。じゃあ電話で予約して買いに行こう。予約しなくても90秒で焼けるらしいよ。でも混んでるかもしれないから電話予約してみるね。ウッドベイカーズ、電話は049-230-3500。見て見て、メニューが豊富だよ。何にする？じゃあ中盤戦行ってみましょうか。はいはい、まずですね、中盤戦ですね、まず盛岡行ったもう一つ俺思い出あるんですよ。はい、ちょっと笑っちゃうんですけど、鍾乳洞。ああ鍾乳洞行ったじゃないですか。最悪でした。もうね、まあ行ったわけですよ。俺結構鍾乳洞とか行くの、そういうの好きで見に行きたいなと思ってたんですよ。そんで行ってね、ワクワクしながらね、としえちゃんがね、もうすごいなんか本当に行くのって感じだったんだけど、もうちょっとね、割と遅い時間だったんですよ。はい、まあ夕方ぐらいだったんですけど、はい、もう結構歩いたし、そうですね、もう私はホテルに帰って休みたいと思ってたんですが、はい、まこちゃんが行こうよって言うから、はい、まあいいよって、そんな寒い思いしてまで行かなくてもって思ったんですけどね。はい、はい、それで、いやそれしてですね、まあ俺がね、ここに鍾乳洞行って、ここにまあ大体10分ぐらいで出れるんだろうって高くくってたんですよ。そしたら、あるけどなんか深いとこに入っていくわけじゃないですか。すごいね、どんどん地下に階段を降りていくんですね。すごい、なんか本当深いところにね入ってってね、そんでもしかしてこの深いところから今度登らなくちゃいけないのかなっていうふうに思うようになってね、ちょっとこれ結構時間かかんじゃねえのかなって思ってさ、なんかね、鍾乳洞って感じじゃなかったですね。で、地殻変動で海の底の化石が、そうですね、結構壁面にあるわけですよ。はい、でもね、もうね、見てて楽しくなかったごめんなさいもうね、それどこじゃなくて、はい、ただすごい素敵って思ったのは、その地下のあれ湖ですかね。湖ですね、はい、それが階段を降りていくとありまして、はい、すごく綺麗なブルー、はい、ところがです、はい、私ですね、はい、急にお腹が痛くなっちゃいましたもうさあ大変、トイレなんてないし、こんなところに。でもまだ登らなきゃいけないし、はい、もうね、青ざめちゃいました。わあ私大丈夫だろうかと思ってもうお腹痛くて痛くて、なんかそんなことをね言ってましたね。本当に最悪でした、はい、なんかとてもいい思い出でしたね、はいそしてですね、はい、これからね、ナックルヘッドね、来年ね、どういう展開でいきましょうかね。もうそんな話しちゃうんですか。はい、しますよ。豊富ですか。しますよ、はい、どういう展開、はい、私ね、まあやっぱりこのままね、コロナもと付き合っていかなければならないんだろうとは思うんですよ。はい、そうですね、やっぱりね、ブッキングだとちょっと怖かったりもするので、はい、まあ今まで今年のようにワンマンが多いんじゃないかと思うんですが、はい、もちろん地方に行ったらね、そこはブッキングさせていただいて、そうですね、いろんな方と知り合いになりたいなと思うんですが、はい、そんな中でね、ちょっとね、メディアをワンマンライブの間にちょっといろんなラジオにお邪魔したりとか、はい、地方の方のとかね、はい、そういうことをちょっと増やしたいななんて思ったりしてますね。はい、でもちろんメインは、はい、東北ツアー、秋田から盛、はい、岡、はい、山形、はい、絶対来年は行こうと思います。そうですね、本当、ちょっとね、時間かけてちょっとゆっくり観光、やっぱり観光はしたいですね俺は。
観光がてらちょっと演奏するっていう、やっぱりなんかね演奏だけでの目的で行くとね、なんか気持ちがなんか、うん、ギスギスするところがあるんですよ俺って、うん、ダメなんですよ。でも観光入れちゃうとね、うん、移動時間があるからなかなか難しいと思うんだよね、うん、まあそれはほらね、月曜日にゆっくり観光するとかさ、帰りがてらさ、うん、ここにね、次の日もう完全にオフにしておいて、そういう風な感じでちょっとやっぱり、うん、あの1週間ぐらいのスパンですよ、うん、1週間まではいかないけど ね3日ライブで2日間は、ね、あのちょっと観光するっていうような感じで、金持ちだな、うん、いやちょっとねやっぱり、うん、やっぱ、ね、音楽だけやってるとやっぱりいろんな、ね、景色とか見てね、うん、やっぱりあの違うものを見てあの心をねやっぱり広く、ね、見ないといけないなって思うんですよ、うん、だから俺はそういうふうにあの観光もしながらちょっと演奏活動したいなと思います、うん、じゃあ小賀だな、小賀秋田行くなら小賀、この前はちょっとしか行けなかったから小賀遠いんだもんな、前乗りで小賀、はい、小賀ですか、小賀一周、ね、さっきさあの秋田盛岡山形の話してたのに、うんうんうん、なんで山口県の小賀になっちゃうんですか。え、小賀って秋田県ですけど、秋田県ですか、はい、山口県行くんだったら、はい、萩、あ、そういうことか、長門、はいはいはい、そっちを行きたいですね。あ、小賀ですね、あ、分かりました、何だと思ったんですか、うんうん、何でもありません、今思い出しました。相変わらずボケボケで終わるんですね今年もね、あのだけどね小賀のね風景ね、うん、はい、俺行きましたね、行きましたよ、うん、あのね、ちょっとだけ、うん、ちょっとね丘陵地っていうかさ、そういうとこからなんか海が見えてね、うんうん、すごいなんか素敵なところでしたよ。ああ、うん、私が育った潮見ヶ丘ね、うん、そう、全然風景変わってました。あ、変わってましたか。え、だってあの私がいた小学校の頃は風車なかった、はい、水車っていうんですか、風力発電なかったので、あ、もう海の景色も ね違いました。今はねもう風力発電とかね、時代の流れでそういうのを、うん、もちろんあの建設してるわけです。あとね住宅もあんなになかったので、はい、私が住んでた家の前は全部空き地だったんですよ、はい、でずっと奥に森があって、はい、まあ、杉ですね、はい、そこまで歩いて行ったりとか、タケノコ取りに行ったりとか、はい、結構山菜取り、はい、キノコ取りとか、キノコ好きじゃないのに、はい、行ってたわけですよ。キノコ食えばうまいんだって本当に。お好きな方だけでどうぞ、ね、猫に、ね、焼いてね、そんでここにバターと醤油乗っけてね、そのまま食って食べて、ここにビール飲みながらね、もう最高ですよ、うん、はいそろそろダメですかダメですか、はいはい、そろそろもう一曲いきませんか、はい、もう一曲いきますか、はい、いやもう一曲はですね、はい、あのナックルヘッドからですね、あのカナダ、ね、ちょっとね俺の、うん、ちょっと心を書いたような感じの曲です。聴いてください、カナダです。時の流れを止めて君だけに歌を届けよう。遥か遠いあの先の光を掴むために、遥か遠い未
ちの心が見えるように、遥か遠い未来を照らしてあげるから、遥か「ナックルヘッド」最新作「トリリト」、心の底に染み入る曲で涙を流し、小さな光を心に灯す。思い出話を引っ張りポッケに詰め込んで、ナックルヘッド「トリリト」ナウオンセール。いやー、まあもう後半戦ですよ。後半戦ですよ。今日はねナックルヘッドスペシャルなんですよ。ゲストさんをお迎えしないで、はい、久しぶりに2人だけでやろうというね。ね、うん。俺ね、俺は俺的にね、はい、俺的にですよ、1ヶ月に1回ぐらいこういう感じでなんか喋るのも悪くないなって本当思うんですよ。いやいや、まこちゃん、まこちゃんそんなに喋れない。はい、ね、え、はい、何じゃあどうぞ喋ってもいいですよ、はい、いやそういう風に言われちゃうとさ、はい、あの俺も文字文字しちゃうわけですよ。何ですか、ね、よくわかりません。はい、それでですね、はい、あの来年ね、あのナックルヘッドね、うん、ワンマンライブを中心に俺はやりたいと思ってるんですよ。さっき言いました。うん、うん、いや俺の気持ち。あ、はいはい、あ、そうですよね、うん、俺の気持ち、うん、もうね、あの2月の後半にね、あの、うん、あの最終の土曜日かな、うん、あのまだ決まってないんですけど、あのエコタマーキーでワンマンライブやろうと思ってます。あのその時はね、あのぜひね、あの遊びに来てもらいたいなと思いますよ、はい、うん、あ、来年はレコーディングはしないんですか。来年ですか、はい、来年レコーディングしますよ、うんうん、頑張りますよ。頑張ってくださいね。頑張りまふよ。はい。そんでね、振り返って、あんまね、ラジオの振り返りだったけど、ちょっと音楽のちょっと振り返りとかもしたいと思います、うん、あのやっぱりね、うん、今年、まあ、5本、うん、5本だけなんですよ振り返って、あの俺たちライブ演奏したのはね、はい、うん、まあ、あのね、オファーはあったんです実際は、うん、ただなんか、うん、俺的に気持ちがちょっと乗らないなっていう時もあったりしたりしてね、ちょっとお断りしたのもあるんですけど、うん、まあ1年通して5本 の、 あの演奏スケジュールでした。はい、うん、あの俺的にね、うん、なんだろうな、昔だったら少ねえなってすげえ感じたのかもしれないんですよ。ただね、あのその一本一本がね、すごく内容のある、うん、素敵な演奏だったと俺は思ってるんです、うんうん、だからね、あの、うん、来年もね、あの本当そんな多くはできないと思うんですよ、うん、そんなに多くはけどね、あの一本一本大事にしてね、はい、心ある、ね、あの演奏を俺したいと思います、はい、あとね、
仲間にね頼まれてね、あの新曲ね、はい、あの楽曲提供ね、楽曲提供もね、あの一曲することになってね、うん、そしてね、うん、歌詞はね、うん、あのその歌う人間に書いてくれというふうにお願いしたんですよ、はい、うん、今一生懸命作ってる最中なんですけどね、はい、うん、歌詞をね、うん、なんでそういうふうに俺はするかっていうとね、あの作り手の気持ちっていうかね、そういうのをあの肌で感じてもらえたらすげえ嬉しいなと思うんですよね、うん、だからあえて歌詞は作らないよっていうふうに言いました。だから頑張ってくれよ俺はもう楽曲できてるからね、あと乗せるだけだよ、本当頑張ってね。まあそれはリスナーさん聞いてもよくわからない話なのでまあいいんですけど、私ね、うん、一つ思い出しました、はい、ですね、来年たまにはですね、はい、永瀬の小部屋を乗っ取ろうかと思ってますもうね、ねえ、はい、俺のさ可愛らしいお庭に入ってこないでよ、はいはい、だから、ね、まこちゃんに内緒でね、はい、ちょっと入れられそうな時は、はいはい、タイトルも考えました。何ですか？年上のスイートルーム。はい。キラリキラリン。なんかさ、うん、俺のは永瀬の小部屋っていうのでさ、自分で考えたタイトルでしょ？スイートルームとかさ、なんか俺そういう風に言われると、なんか俺の小部屋なんか掘ったて小屋みたいに聞こえてきちゃうんだよね。これでもちょっと遠慮してスイートルームにしたんだけどな。本当はもっとねゴージャスな名前いろいろ考えたんだけどね。いやなんかね、その年上のスイートルームって音楽がドゥルルルンってなんかわー想像する想像つくでしょ、想像つく、想像がついたということは実現するということですねいやぜひやってくださいよ、はい、うん、もう永瀬の小部屋でも、うん、この頃窓際族になってますからねとてもとてもね、うん、今日はね頑張って俺永瀬の小部屋喋りたいと思ってますよ。お喋るんですか？喋りますよ。じゃあね、もう時間もないので、はい、お先に永瀬の小部屋挟んでいただいて大丈夫ですよ。いやもうどうしたの？じゃあスイートルームに行っちゃいますか？いやダメだだって来年でしょ、来年まだ今年だもん。いや別に前倒しになっても全然 OK ですよいやそれはダメですよ。そうか、じゃあもうちょっと ゴージャスな名前にしようかなそうやばね、また話変わっちゃうけどさ、俺自身も楽曲なくないと作んなくちゃね。何言ってんですか、ね、そんなの当然のことじゃないですか。ねえ年上のスイートルームとかそういうのじゃなくてさ、はい、たまには年上ちゃんが作詞作曲してさ一曲作るっていうのもいいんじゃないの、うん、いいですよ、うんうん、なんかみんながここ食いついてきそうだから、はい、ちょっとカットしとこうかな全然曲調が違うと思うし、多分まこちゃん歌えないんじゃないかなうん、そうだね、うんうん、多分ね女性の歌手っていうかね歌い手さんにね歌ってもらった方が、うんうん、なんかいいのかもしれないですね、うんうん、そういう風にも感じたりしますよ、うん、さてですね、もう後半戦のねもう最終段階に、ね、もう本当、ね、はい、着陸状態になってきましたね、もうあっという間ですね、離陸したと思ったらね、うん、もう着陸状態ですよ。もうね、はい、皆さんぜひ来年もね、はい、ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー、はい、ぜひ聞いていただいて、はいはい、でたまにね公開収録もやりますので、はい、ぜひね遊びに来てほしいと思うわけです。いや本当ね、うん、本当公開収録とかねあったらね、はい、ぜひね本当ね肌で感じるねそういう温かみのあるねすごい公開収録なんでね、うん、ぜひねまたね時間あったらやりたいと思いますんでね、はい、うん、大黒屋食堂さんの美味しいご飯を食べながら、はい、笑ったり、はい、まあ、泣くこともあるのかな。いや泣くこともあるんですよね、はい、突撃インタビューあり、はいまあ、そんな感じでやってますからね、はい、ぜひ来たいっていう方はねすぐに挙手していただかないとすぐ待っちゃいますからね、うん、結構あっという間ですからねいつもね、はい、公開収録するとね意外にねなんかパパパパパってここに、はい、お客さんが埋まってね、うん、ありがたいことですよ本当ね、うん、本当ね
本当あのなんていうんですかね、うん、そういうのが俺たちの続ける種になりますよね本当にね、うんうん、あとねメッセージとかもねあのいただけたら、まあ、収録型なんでねなかなかオンエアで紹介するのがリアルタイムでは難しいんですけれども、うんはい、何かねこうメールとかをいただければ、はい、都度ご紹介できる時間に紹介したいと思いますので、はいうん、今度ね、はい、あのそういう回があってもいいような気がしますね、あのちょっとね1ヶ月前ぐらいにそういう、ね、お題を出してさそんで、はい、あのリスナーさんからあのちょっとメッセージもらってね、うん、それに対してあの、うん、あの答えるっていうかね話するっていうの、うん、そういうのもたまにはいいんじゃないかなって思いますよ、うんうん、いっぱいね応募が来るといいんですけどねそこだけで心配なところは、うん、大丈夫ですよ、はいねうん、そこら辺はねあの聞いてるねリスナーさんねあの必ずねあのメッセージくれると思ってます俺は信じてますよじゃあですね最後にあのね、ナックルヘッドのねやっぱり代表作ですねあの鳥人であの終わりにしたいと思います。じゃあ2人のねあの今日はしゃべりでした、ね、本当ありがとうございました。本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。歩いてきたのさ思い出話をいっぱいポッケに詰め込んで早に去ってゆく時代の冷たさに揉まれながら遠い未来を夢見て歩いてゆくのさ時の渦に巻かれ自分らしさをなくす前に小さな光でもこの手で温めて歩いてきたのさ悲しい話もこの場所に置き去りにしたまま時の渦に巻かれ自分らしさをなくす前に未来を夢見て歩いてきたのさ遠い未来でも夢見て歩いて行くのさ
にお別れの時間になりました。この番組へのメッセージはナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー Facebook ナックルヘッドまでお寄せください。この番組はドライブスルーピッツァウッドベーカーズの提供、手作りの器で美味しいご飯、川越昭和の町の大黒屋食堂、エンターテインメントを発信するオフィススパークルの協力でお届けいたしました。では来週もまたお会いしましょう。ナックルヘッドのハッピーマンデーエンタメアワー。優しい